M1 タンパク質はインフルエンザウイルスの構造タンパク質の一つである。ウイルスのエンベロープの内側を裏打ちする。このタンパク質は多機能タンパク質で膜タンパク質でありながら細胞膜でできたエンベロープの中に RNA と核タンパク質が結合したネクレオカプシドを収める役割を持つ。つまり M1 タンパク質は膜にも RNA にも結合する。 M1 タンパク質はウイルスの増殖の制御に関わる。細胞内に侵入したウイルスはエンドソーム内の酸性条件下にさらされるが、これは M1 タンパク質の崩壊を起こし、ヌクレオカプシドの抜け殻を可能にする。また、ウイルスの出芽時は、M1 タンパク質が宿主細胞の内側に張り付き、これに結合するヌクレオカプシドを包むことで出芽が開始する。 M1 タンパク質はリンカーによってつながれた2つのドメインによって構成される。N 末端のドメインは複数の A、リックス構造を持ち、2つのサブドメインに分かれる。C 末端のドメインもアルフ α ヘリックスを持つ。ストラクチャーオブ A ane, binding protein,、バイファイクショナルメンブレン、RNA バインディングプロテイン、インフルエンザウイルスマトリックスプロテイン M1、ナット、ストラクト、バイオル、4。 23944土井10.1038 NSB0397 から239プミド9164466標準微生物学平松慶一中込治医学書院2009年第10版447から456ページ ISBN 七十八から四から2ゼロゼロ六三八五 combined results from solution studies on intact, influenza ウイルス M1 protein and from, a new crystal form of its n, terminal domain show that M1 is un-elongated monomer. バイロロジー 279-439-46-doi-10.1006-bilo-2000.0727-primido-1116-2800 ありがとうございます。